黒木ほのかのシークレットショールーム。皆さんこんばんは、黒木ほのかです。黒木ほのかのシークレットショールーム始まりました。この番組は私黒木ほのかがさまざまなゲストと毎回楽しくお届けする、まるで SSR のように激レアなひとときです。ちょっと順番を間違えましたけれどバレてない。はぁ、パジャマみたい。わ、もうなんかやめよっかなやめよっかな。はぁ、かわいいし、これしかもメンズなんだよ。じゃあお前らいつもパジャマ着てるってことになるけど、これメンズのブランドだから。はぁ、お前ら何着てんだよ今、言ってみろよパジャマじゃない、え、本当にパジャマに見えてる、もしかして。服裏返し、黙れソロバン教室にいそう。お前は独特な感性やろそれはちょっと共感できないいつもパジャマです。ユニクロと GU、 あ、いいじゃん、それ着たい。本当、これはね、ハレっていうブランドのお洋服。え、なんでうなずいてるんですか。え、まさかすぐ分かりました。え、本当に言ってる。あ、黒木さん今日晴れだなってあ、そこまでじゃない、晴れっていうブランドを知ってるってことか。晴れ、そう、晴れです。あ、そう、 HARE、 晴れです。まあレディースも置いてあるんですけど、これはメンズの方から選びました。安定の ZOZO タウンで買いました。で、セールになってたのが決め手です決め手は 30% オフ以上になってるかっていう。大学の時よう着てた。ああ、いいじゃないですか。大学生でハレ着てるなんてだいぶおしゃれじゃないですか。すごくない。わかんない、もしかして今のみんなをバカにしすぎた発言だったりメンズ着るのかわいそう。そうなの。え、でもさ、あの女の子たちはさ、結構そのレディースの服じゃなくてメンズとかウィメンズとかもさ、よく着るじゃないですか。メンズはさ、基本やっぱメンズの服を選びがちじゃないですか。まあ、レディースの服を着てらっしゃる方もたまに見かけますけど、なんか女の子ばっかりさ、選ぶ幅が広くて、なんかさっきホワンホワンホワンって考えちゃった。え、そんな感じがしない。しかもなんかさ、メンズの服って高いっていうじゃないですか。そう、ハレもちょっとまあ8000、9000ぐらいのね、価格帯だと思うんですけど、もうレディース一番安いやつなんてさ、790円とか普通にあるからさ、メンズってあんまないよね、そういうの、男がスカート履いてもいいよ別に、ただし似合ってた方がかっこいいぞね、男は高い方が価値を見出しちゃう。安けりゃ安いほどええんやでそれはもう男女っていうか、もう関西の血が騒いでるのかもしれないですけれどもそう、そう、レディースはね、3キュッパとか4キュッパとか全然1万円ぐらい出せば上下揃うしっていうのがね、あるじゃん。でもなんかメンズ高いから大変だよなって思ってたんだよねやめ、着地点わからんくなった今日も頑張ろうなはい、ということで本日は53回目の放送でございます。そして、4日前5日前ぐらいには、イベントがありました。第4回の番組イベントでした。ご来場いただきました皆様、そして配信とか見てくださった方、マジでありがとうございます。いやー、めっちゃ面白かったんですよ。だからまあね、日程合わずとかで来られなかった方もいるでしょうし、アーカイブまだ買ってないやみたいなボケナスもいると思うんですけれどもいや、マジでボケナスになる前にアーカイブを買ってください、まあ、黒木ほのかさんか土屋リオさんか岡崎美穂さんのうちの誰かが好きならもう大満足のイベントだったと思います。昼も夜もどっちも面白かったんで、まあ、なんか
どちらにしようかなみたいな感じでとりあえずどっちかをね買ってみてくださると嬉しい。そう、衣装もねすごい素敵な感じにしましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。そんなアーカイブは30日間、購入から30日間じゃなくて決まってるんですよね。この日まで見られますっていうのが多分今月末とか28いいニヤの日です今日なんかやばそうやな私、はい、11月28日までは見られるそうなので、気になった方はぜひぜひ買ってみてください。よろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。今回のゲストですが、梅澤めぐちゃんが遊びに来てくれております。ちょっとあの事前の告知ですと、森谷京香ちゃんに遊びに来てもらう予定だったんですが、ちょっと体調があの優れないとのことで大事を取って、今回はピンチヒッターめぐちゃんに2回目の、 あのゲスト出演をお願いしております。そんなめぐちゃんはこの後すぐの登場でございます。そしてこの番組ですが、皆さんからのお便りをお待ちしております。生放送の間にもぜひぜひ感想など送ってください。お便りは番組のメールフォームから投稿ができますまたハッシュタグ SSR ほのけでつぶやいてくれた投稿も随時番組中でご紹介させていただくかもしれませんので、よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。この番組は本編の途中からチャンネル会員限定放送となります。また YouTube でご覧の方は途中で放送終了となりますので、ニコニコへのご移動をお願いいたします。ということで、黒木ほのかのシークレットショールーム、今回も最後まで楽しんでいきましょう。黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。黒木ほのかです。そして今回のゲストは梅澤めぐちゃんです。ようこそ。お願いします。慌ててたねあ、そういえばここだと思ってた危ない危ない。あ、ね、あ、こんにちは。ちょっとピンチヒッターで参りました梅澤めぐです。よろしくお願いします。丁寧にありがとうございます。私のトークが意味わかんなさすぎて入るタイミングを、いやそんなことなかったですありましたけれども、本日は急遽お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。で、めぐちゃんはこの番組に出演するのは2回目なんですが、前回が去年の7月に遊びに来ていただいております。もうそんなに経つんですか。そうなのよ早い。本当ないよね。前回はあれやりました、人物相関図。そう、相関図をやって、あとインタビューをね、放送前にインタビューをしたっていうインタビュー今どうですかっていうそう、それをね覚えててくれたから。そうなんですよ、まあ、ちょっと最近私あのいろんなゲストさんにやらなくなってたんですけど。そうだったんですか。そう、今日久しぶりにちょっとあの今どんな気持ちっていうのをね、さっきめぐちゃんに聞いて、ついでにあの五七五でどうですかねってめちゃぶりでと思って、縛りを設けたんですけど、なんて言ってくれたんだっけね。あれ何でしたっけ。なんかお口がねみたいな、ちゃいましたっけね。今とても、あ、何だったっけな、口すいません今とても、うん、口の中がね辛いのよ。あ、今とても口の中がね辛いのよ。そうなんですよ、忘れてるんですもう私たちは。ということは今の気持ちをそう述べてくれたんだけど、別にそれはめぐちゃんが辛いものを直前に食べたわけではなく、なんか刺激的な話ないかなっていう、そうですそうです、ね、お題からあの普通に辛いものの話を
たらね、想像でね、想像でちょっとちょっと辛くなっちゃったかなっていうの五七五でね、きちんと伝えていただきました、はい、ありがとうございます、でなんかやっぱね、ちょっと打ち合わせの時のメールの下読みとかをしてて、やっぱね、めぐちゃんは独特な世界観というか、本当ですか、ワードセンスがあるというか、なんかね、でもそう、そういう感じのメールが結構来てましたよ。誰ですか？そんな、わかんない。誰ですか？それはめぐちゃんのね、エピソードがちょっと独特なのか、それともやっぱね、推しに似るって言うじゃないですか、ファンの方って。だからちょっとめぐちゃんに似て、あら、ちょっとオタクたちももしかしたら独特な世界観を持ち始めているのかも。知れないなというメールがいくつか来ておりました。なるほど。じゃあちょっとメールの方を紹介していこうかな。はい。猫飯ちゃんからいただきました。ありがとうございます。とのけさん、ゲストのめぐちゃん、やっほーやっほーやっほー前回ゲストで登場した際、めぐちゃんがほのけさんの第一印象はアクエリアスのようだと言っていましたね。かっこ確か喋ってみてエナドリみたいとも言っていたような気がします。かっこ閉じる。逆にほのけさんから見て、今のめぐちゃんの印象って改めてどんな感じですか？前回ゲストの時から何か変わったこととかありますか？飲み物に例えなくてもいいのでぜひ教えてくださいといただいております。ありがとうございます。そんなことをそう言ってた言ってた言われたのアクエリアスか、1年以上前すぎてポカリの方が好きかもみたいな話をしたような気がする。確かにそんなことが。私はね、ちょっとお紅茶みたいなイメージ、あらかな、あら、飲み物でね、例えるならば。嬉しい。そう、やっぱお上品。初めて言われました。嘘でしょ。本当です。初めて言われました。あら、めちゃめちゃこんなにお上品なのに。聞けましたか。あら、喜んでるわ。やったー。そう、でも紅茶っていろんな種類があるじゃん。ダージリンとか、ベルガモットじゃなくてアッサムとか、あー、アールグレイとか。アールグレイ、そう、アールグレイだ。そういっぱいあるじゃない。だからなんかね、その紅茶のその種類がいっぱいある感じと、めぐちゃんのいろんななんか世界を持ってそうな感じ。なるほど。ちょっとリンクしてるなっていうのはちょっと思うな。褒め上手だ。ありがとう。照れちゃう。普通に照れちゃうんだよね。嬉しい。ありがとうございます。独特な照れ方しちゃいましたけれども。じゃあちょっともう一ついきましょうかね。ありがとうございます。ジョタケさんからいただきました。ありがとうございます。はい、黒木さん、梅沢さん、こんばんは。これは梅沢さんと同じライブに出演されていた方のツイートからなのですが、ゲネプロの時に偉い人の話を聞いている最中、ずっと握りしめていたマイクが逆さだったらしいですね。こんな感じの、あ、自分ちょっとおっちょこちょいかもみたいなエピソードが他にあれば聞いてみたいですといただいておりますけれども、誰、どなたなんですかね。どなたがこのツイートを、知らなかった。知らなかったです。あら、観測してないって。嘘。あ、ほんと。あの青木式さんがですか。式くんだよって。私なんかのことを見てくれてるんだよ。でも確かに MC パートかどこかでお隣、うんうん、あれ、いや、まあ、お隣に多分、ゲネラと、でも逆さに持ってましたか。気づいてないってこと。気づいてないってことは、その MC パートであんた一言も喋ってない可能性があるよ。なんか、うん、ゲネ、あれです、これゲネのなんか終わって、あれですね、あの、じゃあ次のブロック全部通しますってなった時の、なるほどね、なんかその前の MC の時からがスタートで、でなんかじゃあね、行くよみたいにやってる時だ気がします。おー、なるほど。気づいてなかった。嘘、どうしてたんですかね。まあでもどっかでちゃんと持ち帰って歌に入っていてほしいけどね。まあね、ゲネプロだから、まあまあまあ、まあ、っていうところはあるけど、怖すぎる、ちょっと気をつけます。でもやっぱちょっとおっちょこちょいな一面があるのかな。そんな、でも、自分がおっちょこちょいかもって思うのあんまりないですね。あ、そうなの。気づいてないだけなんですかね。そんな
気がめちゃめちゃするよ。ちょこちょいありますか逆に。まあ私は基本ちょこちょいってるからな。そうだね、まあ、靴下とかをあの裏表反対でよく履いちゃうし、まあ、それでいいんだけどね別に。あ、冬場はいいのよ。冬場って靴下あんま見えないじゃないですか。確かに。から裏返しのまま履いて次脱ぐときに今度表になるじゃん。天才。そのまま洗濯したら2分の1の確率で表になるから別に冬はそれでいいんだよね。で、うん、私はでもそれぐらいかな。それぐらいしかおっちょこちょいじゃないと思う。今日の服も裏返し、黙れ黙れ。ほのけは尻尾出したまま外出そう。え、私のことは何か猫とかだと思ってらっしゃる方がいる。変な人がいます。ちょっともう一ついきましょう。まこじいさんからいただいております。ありがとうございます。黒木さん、梅沢さん、こんばん。こんばん。梅沢さんは猫を飼っていらっしゃるらしいですが、ご自身のファンや事務所の先輩にすらイマジナリーと疑われているようですね。この際なので黒木さんにも判定してもらうのはいかがでしょうか。本当にいるんですよ。ちゃんといるんです。お家今も家のケージの中に絶対います。イマジナリー？え？イマジナリー？それはイマジナリーってことじゃない？本物です。それなんかあの証拠証ねえまず疑うのどうなんていう話なんですけど、証拠はあるのかい？証拠はちゃんとあります。あ、そうなの？はい。それはなんか猫臭くないですか？その香り？香りから？ちょっとあんまり変わってこないけど、わかんない。私も猫の匂いっていうのがそんなにね、あの認識で できてないかも。あ、うん、猫の匂いはしないし、猫の毛もつく。あ、これこの白いのとか、この白いのとか猫の毛ですよ。確かに長めの猫の毛だね。長毛種です、うん、長毛種なのかい。長い毛ってことだね。これ、え、じゃあこれガチ猫じゃん。そうです、ガチ猫なんです。でもこれぬいぐるみの猫という線も捨てられないよね。猫カフェ。サブサックから思わぬ攻撃が来ましたけど、猫カフェじゃねと。猫カフェの可能性もまあまあ確かに。どうして誰も信じてくれないんだろう。なんでだろうね。でもでもちゃんと事務所のマネージャーさんとその先輩にも写真はちゃんと見せたんですよ。でも拾いがだって言われたりとか。拾いがね、これも勝手に保存したやつだなんですよねって言われて、えーみたいな。なんですよね。どうしてちゃんとあります、写真。見せてもらおうかな、後でね。あ、後です、ぜひ。うん、そう、まず疑ってかかられてんのがなぜなんだろうね。そうなんですよ。疑うことあるか。悲しいです、本当に。不思議だな、ちょっと私は判定できずでしたが、ちょっと後ほど写真を見たいと思います、はい、ということで皆様メールありがとうございました。紹介は一旦ここまでなんですが、番組の後半でも紹介させていただきますので、引き続き感想のメールなどお待ちしております。そして現在私たち2人のサイン入り色紙が当たるキャンペーンを実施しています。ご応募よろしくお願いします。またこの後はアミアミ SSR チャンネルの会員限定放送となります。 YouTube の方は配信終了となりますので、ニコニコの方に移動してください。よろしくお願いします。